早鯨は日本海軍の軍艦。旬は国読みで、速やかと読み、クジラは、クジラと読むが特にオスのクジラを指し、早クジラは、海の王者クジラが失踪する様を表現したもの。フランス人ギシレオンスベルニーの設計で、横須賀造船所で建造、竣工まで8年近くの歳月を要した、外海用お召し館として設計され室内設備が豪華であり、 建造費も高額であった。例えば餃子などで14,490円がかかっている。二章スクーナー型の外輪船で外貨用お召し館になる。艦首は日本金製造船士では、ヨット、コンウェイでは外輪コルベットとしている。当初計画では三章だったが、1876年に地ボ自衛の進言により二章に改められた。見た目の悪さ。 中央省のモウグ取り付けに外輪が邪魔になる、魚座のある部屋の真上に、小柱がかかる、というのが理由だった。手機は、シャオケに気筒機械一機、横置き機関とする文献もある。シリンダーの直径は58プラスに、8インチ、工程は63インチ。フレメン複数機を装備した。ボイラーは、高窓管4機、蒸気圧力は45ポンド、平方インチだった。 1877年12月から試運転が開始されたが、試運転の際はいつも軸が焼損しており、軸の加熱を抑えるために回転数は14から 15rpm、速力は7から7.5ノット程度しか出せなかった。1880年1月23日にはついにクランクシャフトが切断した。また機械類の振動が激しく、缶の動揺が激しい。 石炭を 260A トン搭載した場合に、喫水が計画より500ミリメートル以上超過し、外輪が水中に沈むことが多いなどの問題があった。その他に、ボイラーで圧力30ポンド、平方インチに耐えられる程度の強度しかない部分があるということも分かった。喫水の問題は、石炭搭載量を 180A トンに減らし、 外輪の幅を減少させることが提案された。当時イギリスから招いていた造船家、フランシスエルガーや不装に同乗して来日していた、機関士 A ウィグソルに助言を求めた。振動などの主な原因は、船体強度が弱いことで、その他の改造は費用、年月がかかる割に効果が少ないと述べた。そこで、船体フレームの改造、機器製付け部分の補強が行われ、 11月12日に試運転が行われた。この時は逆風にもかかわらず、回転数19から 20rpm、速力10.5ノットを出し、一時的には回転数 21rpm、速力11.5ノットを出した。喫水は全部13フィート9イン、後部14フィート6イン、平均14フィート1プラス1、2インで計画の13フィート1プラス1、 二ンより一フィート深く、排水量を強制すれば、予定の12ノットは、達成可能と判断された。エルガーは、さらなる改造が必要とし、11月22日に、機関の改造命令が出された。1881年2月4日に、エルガー立ち合いのもとに試運転を行い、全部物水13フィート10イン、同行部14フィート5インで、回転数19から 20rpm。 速力11ノットを測定した。また気候の際は、全部気水13.5フィート、後部14.5フィートで、回転数 23rpm、速力12.5ノットを出したという。表の要目は主に、横須賀海軍戦勝し、帝国海軍機関し、日本近世造船し、明治時代による。その他の文献による要目は、以下の通り。 明治5年4月より設計に着手、1873年9月26日、寄港。10月25日、横須賀造船所で、新造の300馬力期間を早くじらと命名。1875年6月から翌年4月までは、担当フランス人が帰省したため工事が中断した。1876年9月4日、浸水。浸水式には、 東伏見宮昭人新郎が、那城都市隣席した。9月から10月に、ボイラー、手記等を据え付けた。1877年4月から試運転を開始した。1878年2月12日、早くじらの官位は4等、定員は107人、院外に2人と定められた。1880年1月に、函館開港を命じられたため、 石炭200エトンを搭載したところ、右弦全部フレームに破損を生じた。改造を参照。1881年3月に偽装工事完了。京急病気未満いとして、東、伏線技館と山口自重長が京都出張を命じられたため、試運転を予定していた、早くじらは神戸港に開港することになった。3月7日横須賀港から横浜港に開港。 同地で試験官の赤松少将などが上艦し3月8日、横浜を出港した。9日午後5時頃、奇襲沖で機械フレームが損傷しているのが見つかり、同日神戸港に到着、同地で修理が行われた。3月22日午前11時30分兵庫後、出港したが、翌23日午前8時に、左シリンダー内部から4を発し、23日急遽、 鳥羽港に帰港した。24日、同地出港、25日午後2時26分、横浜港に帰港、同日横須賀港に開港した。6月13日横浜から横須賀に開港し、同地で修理を行った。7月3日に、東北巡航のお飯予備館に指定されたため、早くじらは8月5日に、東海陳府へ引き渡された。年7月7日、 早くじらは修理歴史外開校と決められた。7月29日、公開中の実地演習として、兵学校の帰関生徒13名が早くじらに乗官した。早くじらは8月13日横浜港を出港し、8月16日、函館港に到着した。8月22日午後3時函館を出港し、青森港に開港、29日同地を出港し、 30日、小樽港に入港した。8月31日小樽発、9月1日、函館港に、翌2日室蘭港に開港した。9月5日青森港に開港、さらに、函館港に開港した。9月7日、明治天皇を乗せて、函館発、青森に到着した。9月17日青森発、20日横浜港に帰港した。 9月29日期間の試運転のために横浜港を出港、10月1日兵庫港に入港した。10月4日同港を出港し、6日横浜港に帰港した。12月27日早くじらをお召し館とし、東海陳述所轄とした。1882年3月15日、横浜港から横須賀港に開港し、横須賀造船所で修理を行った。 4月17日横須賀港を出港、翌18日外輪の一部が破損ししばらく漂白した。また同日夜に米艦と衝突した。4月19日兵庫港に到着し、兵庫工作分局で21日から5月3日まで修理を行った。5月6日兵庫港発、翌7日文字裏木、8日博多湾へ開港。 東海町機構に開港した。5月13日同航発、15日の派港に入港した。5月18日同航発、19日な瀬港に入港した。5月20日同航発、21日鹿児島に到着した。5月24日同地発、26日左限外輪の一部が破損し一時漂白。5月27日品海に帰着した。 早くじらは、横須賀造船所で1882年8月4日から8月16日まで修理を行った。早くじらは8月20日横須賀港を出港し、8月24日下関に寄港、8月28日新川港に到着した。形状事変に参加。8月31日新川を出港し、9月2日馬館に帰着した。翌3日、 同地出港、4日兵庫港に入港、兵庫工作分局で修理を行った。9月20日同地を出港し、22日横浜港に寄港した。12月7日早くジラは予備艦とされた。1886年2月25日に水雷術練習艦と定められ、11月に機関を撤去した。1890年8月23日第3種に、 定められた。1893年12月海軍水雷術練習所に、重刀、12月2日、第5種に編入された。1894年海軍水雷術練習所付属となる1896年4月1日に、雑役戦に編入された。1909年1月25日に廃戦となり、5月12日、 売却済みの報告が出された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。M6 公文類315、早くじら艦艦号5艇では、早くじら根搬製造の300馬力艦号に、否定工場立ち工事とあり、春の説明で、室なり、ランツありれ力車いわくれ春、鯨の説明で、お水わくれ鯨、メスいわくれー。 王者町千里元女名が津玉と書かれている。ありがとうございます。